出てきました。それでは今から降りていきたいと思います。ここね、いっぱい苔が生えてますわ。いい感じですね。これはね、流血にも生えてました。通称立体苔です。立体になってます、苔が。立体苔。ここにもありましたね。流血の方はね、色がついててちょっと綺麗でした。よいしょ。さて、頑張っていきますかね。今下山してる最中です。こっちからね、降りてきたことを後悔してます、ちょっと。めっちゃ細いし、わかりますかね。落ち葉積もってるんでね、もっと。見にくいかもしれませんがね、かなり細いですわ、道が。しかも崖橋みたいだから。もう、本当に。犬鳴さんよりも、細いです。あそこまでマシだったけど、ここほんま崖橋な。やべえな、おいって。やべえですわ、マジで。しくったー。向こうから行きゃよかったー。どうしようかなー。返そうかな。向こう、あそこね、ちょっと階段があるんですけど、やべえな、もう。とか言いつつ行きますけどね。いや、ほんと、片手で、持ってようやってるわ、とか。片手持って、マジでやべえな、あそこ。いや、ほんと。ゆっくりゆっくり、そーっと、そーっと、そーっと、あ、今靴落ちった。もう、あ、声、よいしょ、よいしょ。声聞こえてますかね？あー、やべ、マジで。ほんまこっちから来たらマジで失敗やし、マジで。ああ、はい、さあ、なんとかなるっしょ。もう行くしかない、もう来たし行くしかない、もう。もうなんつうか、ゆっくりゆっくりゆっくり行くしかないよ、もう。めっちゃ道細いし、みたいな。ここ、ここ。膝が出てるから、あ、ほら。あそこ、ようやく階段があります。いやー、ちょっと。ありますかね。もう少し下がってますよ。よいしょ。危ね危ね。よいしょ。めっちゃ道細い。こんなとこ、ほんま撮影しながらよう行ってるわ。マジで。すげえな。あ、うわ、これ。いや、マジですげえっすわ、ほんま。ゆかりはもう、ようほんま、撮影しながらよう登ってるわ、とか、思っちゃいました。あ、だだだ。手が。よいしょ。いやー、ここまで来たらもう、
伝わりますかね。それではちょっと頑張っていきます。今下っていってる最中ですが、登ってます。降りてるつもりですが登ってます。あっちかの方が良かったな。これ登ってます。いや決してね、間違ったわけではないんですよ。本当にこっちで合ってるんですが、登ってますよ。はあ、ここもね、来た道よりも登ってきた道よりも細くて急です。で崖やから危ない、結構危ないっすわ。はあ、周りはこんな感じになってます。よいしょ、わかりますかね。あのね、ちょっとね、ちゃんと足場を確認しないとね、めっちゃ急っすわ、ここ。はぁ。見えますかね。あっち崖になってます。見えますか？崖なってますわ。こっち側も崖なってますわ。いやー、よう登ってきたわ、ほんま。向こうからでもよかったなとか、ちょっと後悔してますけど、もうしゃあない。行くって決めたしね。行くって決めたからにはもうしゃあないよ。もう行くしかないよ、やっぱ。ちゅうことで頑張って、登っていきます。あ、これやべえですわ。これあれですわ。前と同じパターンですわ、ほんと。間違ってますわ、道。最悪。天竜山狼っていう標識あったじゃないですか。あそこまで降りて、あそこから道め。しくったー。マジで間違った。ちゃいますわ、こっちちゃいますわ、ほんま。マジで。えらい登ってんな、と思ったら。これほんまに山登ってるし。マジで。ほんまに山登ってますわ。つか、頂上行くんちゃうか、これ。多分もうすぐ頂上だと思います、多分。確か、あそこの標識から4キロって書いてたから。多分もうすぐ頂上行くと思います。マジで。マジかよ、なんかやったら。急な坂登ってんなと思ってたんですわ。そしたらほんまに登ってるとはね、もう。マジかよー。しゃあないな、ちょっと待って。うん。はぁ。やべえな、おい。やべえよ、もう。なんで間違ってんねん。マジで。ほんとに。っていうか、方向音痴かよ、お前みたいな。違います。ガリンは方向音痴じゃないよ。ガリンは方向音痴ではありません。あ、あそこに標識発見しました。あー、ちょっと、あれ？見えねえ、見えない。標識どこ行った？あれ？標識、あ、あったあった。なんて書いてる？くそ。ちょっと近くまで行ってみたいと思います。標識のとこまで登ってきました。あ、これ完全間違ってますわ。やっぱやべえな、マジで。なんで間違うかね、あそこで。反対にすごいわ、それ。そこが反対にすごい。これやべえな、もう。しか、下りの方が急やし、みたいな。あの道をまた下っていくとかって、やべえな、おい。白倉山。もう、マジかよ。結構あそこ急やったし、ちか、めっちゃ細いよね、道。崖なってたし。
はぁ、あ、マジか、すげえな。もう、もう本当に。ほんま、どんだけやねん、みたいな。まあ、どんだけって。どんだけって言ったよ。言ってるっちゅうねん、みたいな。わぁ、乗りつっこいもすいますわ、ほんま。はぁ、あ。ちょっともう、いや。山はもう暗くなるの早いから、ほんまに。早く降りないとちょっとやばいです。もう頑張ってちょっと、もうキュキュキュ、もう乗れ詰まってんし。急ピッチでちょっと降りていきたいと思います。いやー、今。今降りてる最中です。ほんとね。さっきはね、やばかった。つうかもう、要はあそこで間違ったな、みたいな。感じです、ほんと。そうか、もう、うん、まあ、それでも登るけどね。懲りずに登りますよ、また。ほんと。にしても、この時期でも相変わらず、シダ植物は茂ってますなぁ。うん、この辺はね、もう青々しく茂ってますよ、シダ系が。あともうちょっとなので頑張って降りたいと思います。さすがにもう間違いませんよ、ほんと。ふぅ、ここまで降りてきましたよ。こっちの道に行けば、いや、こっちの道に行くはずだったんですよ、ほんとはね。登ってきたのはちなみにこっちなんですが、はぁ、あ、でもまあこっちから行ったらね、遠回りになるので、もうさすがにもう今からじゃあれだし、もう今日はこっちから降ります。それでは頑張って降りていきたいと思います。下に降りてきました。この階段ね、ぐーっとよいしょ、降りてきましたよ、下まで。ちょっと近づいていきたいと思います。よいしょ、軽い。おー、ほんとすごい。いや、下から見た方がね、もうめっちゃすごいですわ。はぁ、どうですかね、下から見た方が結構迫力あるでしょう。いやー、すごいですよ。これで落差は 50m ですかね、確か。あとね、夏はね、涼しいんです、ここは。でもね、この時期はちょっと寒いです、やっぱ。で、この間もそうだったけど、やっぱね、滝の芝は寒いです。白くなってます、寒い。いやー、それにしてもすごいですね。すごいわ、やっぱ。
滝はいいですよ。いやー、滝と山と神社、マサヨリキヒメの神社、最高です。ぜひぜひ滝とか、まあ、水の近く、水系の近くに行ったときはぜひとも神社探してみてください。絶対セルチ姫が祀られてると思うので。あ、もちろんセルチ姫の名前では祀られてないと思います。不動明王とか、いろいろ名前を変えられて祀られてますので、ぜひとも探してみてください。今日はね、本当にめっちゃ寒いです。いつも以上に寒いです。今日気温が低いっていうのもあるし、あと滝のそばだから本当にもう余計寒いです。指先がもうめちゃくちゃもう痛くなってきてましたもう冷たすぎて、はあ、今回も最後まで見てくださって皆様ありがとうございます。次回もまたどっかいいとこ見つけていきたいと思います。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。